feels like gripping tight. When I need you to be mine, release, let it fly. Don't wanna use you, I don't wanna use you. I open up the sky. Don't wanna use you, I don't wanna use you. ですね、今回なんですけどね、まあ、この前にあるカメラを見ていただければ分かると思うんですけど、ブラックマジックデザインさんの DMPCC4K のレビューをね行っていこうと思います。一応ソニーとかキャノンとか、まあ、幅広いねスマートフォンも含めいろんな機材を使わせていただいて、その中でね、なるべく多くの方に選択肢を与える目的のもと、こういったレビューを収録してますので、ぜひ参考にしていただければなと思っております。まずね、 BMPCC4K って訳してるんですけど、正式名称がブラックマジックポケットシネマカメラ 4K となっております。で、最近だと 6K が出ていまして、センサーサイズがねマイクロフォーサーズなので、例えば GH5 とかオリンパスとかそういったカメラをね使われていた方ってのは、そのままこういった BMPCC4K に使用することができます。僕の場合だとフルサイズとか EF レンズが多いので、どちらかといえば 6K の方が相性はいいんですけど、で今これに 18-35mm のシグマアートがあるんですけど、このレンズとかもねめちゃくちゃ綺麗なんで、まあ、ぜひ試していただきたいんですけど、まあね、僕このオフィスの屋上とかいろいろとね参考動画を撮ってるので、まあ、それもちょっとね見ていただければと思います。どうぞ。はい、まあ、参考動画見ていただいたと思うんですけど、一旦ねちょっとこの BMPCC4K の、簡単なねスペックをちょっとバーっとお話しして、その後に僕が使った見解というのをお話ししようと思います。価格が税込み16万円ほどなので、かなりコスパがいいです。で、一応これ設定もすごく簡単で、モニターもねかなり大きいので操作もかなりしやすい、情報量も多い。設定がプロレスとあとローってのがあって、ブラックマジックローで収録しますとアドビプレミアプロには入んなくてダヴィンチオンになってしまうんですけど、で僕一応このプロレスのプロキシーとから LT422HQ とブラックマジックローで全て撮影して比較させていただいたんですけど、まあこれはねライブ配信したニコラス君とかと相談しながら決めたんですけど、あまり差が見受けられなかったんで、一旦まあ試験的に使うっていう意味でもこのプロレスのプロキシで撮影しています。まあ、ローとかで撮るとやっぱり容量が莫大になってしまうので、うん、SSD とかを取り付けて撮影する方がおすすめです。あとバッテリーの消費がめちゃくちゃ早くて、そこがすごいネックなんですけど、このバッテリーは、キャノンとかの 5D とか使ってるやつで、まあ、僕はね 5D とか使っていたのでそのまま受け付けるっていう部分ではめっちゃ良かったんですけど、ローとかで撮影するともう一瞬でバッテリーが終わってしまいます。海外とかだとこのバッテリーをね拡張する、グリップが売ってたりとか、そういった情報はね一部出てはいるんですけど、まあ、今のところ日本では発売されていないことなんで、バッテリーの減りだけがちょっと怖いです。ポケットにね5個ぐらい入れとかないとやばいかもしれないですね、お仕事で撮影する場合は。で、モニターがさっきもお話ししたんですけど、モニターがかなりでかくて、見てくださいこちら iPhone 11 Pro とほぼ同じぐらいのモニターのでかさなんですよね。で、ここまででかいとやっぱり撮影してても、モニタリングしやすいし情報量も多い、かつ、タッチ操作とかもめちゃくちゃしやすいので、やっぱり動画に特化してる部分だなと思っていて、一眼レフとかね他のカメラだとモニターがね小さかったりとか、やっぱりそれは写真と動画ね両方で撮れるっていう良さがあるので、そういった形式になってると思うんですけど、本当に動画に振り切ってる分やっぱり動画撮影する上では本当に小型シネマカメラのような位置づけで認識していただけたら幸いです。で、写真とかも一応撮れはするんですけど、あまり綺麗ではないです、やっぱキャノンとかに比べると。一応この間、フェイユテックの PR の時はサムネイルはねこの、ポケシネ 4K で撮影したんですけど、本当にあれぐらいの、イメージになっています。でも全然サムネイルで使う分には特に、悪い部分はないかなとは思っています。で、マイクロフォーサーズなので夜間に弱いかなと思う方いると思うんですけど、そんなことなくて全然強いです。手ブレ補正機能はないので、レンズで手ブレ補正機能がついているものを使うとより良いかもしれないです。
ですね。僕はね、これ手持ちで撮影、綺麗に撮影しようと思ってもできないので、なるべく綺麗に撮ろうと思っているときは、スタビライザーをつけて撮影したりとか、むしろ手持ちでね、撮影する際、もう手ぶれは気にせず、もうガンガン動かしちゃうっていう、カメラワークを行っています。データがかなり重いので、編集 PC が、スペック大丈夫なのっていう声はね、もしかしたらあると思うんですけど、全然このプロレスのプロキシーで容量軽く取れるので、編集 PC の、スペックとかはあまり気にしなくていいかもしれないです。圧縮できるので。で、あとは、このポケットシネマ 4K の欠点の部分ですね。バッテリーとか写真とか、そういった欠点の部分を、補えば、動画特化した、一眼レフだと、ナンバーワンなんじゃないかなっていうのは思うので、BMPCC4K をね、検討されている方は参考にしていただければなと思っております。で、後日、ダヴィンチの編集、講習会っていうものをブラックマジックさんとね、今後やっていこうというお話もしているので、トランスサロンというコミュニティやっていますので、そちらの情報もチェックしていただければなと思っております。で、今回の動画に関してね、コメント等ある方はご意見いただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで本日の動画も以上となります。本日はどうもありがとうございました。